ジェミニ4号はアメリカ合衆国の有人宇宙飛行であるジェミニ計画で打ち上げられた宇宙船及びその宇宙飛行計画。ジェミニ宇宙船としては4番目のものであり、1965年6月3日に打ち上げられた。アメリカでは初めて宇宙遊泳が行われた。ジェミニ4号はジェミニ3号に続く宇宙飛行であり、アメリカ合衆国のものでは初めて宇宙遊泳及び 複数日にわたる宇宙滞在を目的にしていた。さらにはタイタン 2GLV ロケット第2弾とのランデブー飛行も含まれていた。これらは月飛行計画の技術開発の意味合いもあった。ジェミニ4号のためにヒューストンに新しい管制センターが設けられ、長期滞在のために管制官が3交代勤務を行った。 打ち上げは1965年6月3日15時15分59秒、アトックにケープカナベラル空軍基地 LC-19 発射台より行われた。打ち上げの様子はヨーロッパへも通信衛星でもって映像を中継された。打ち上げは順調に行き、近地点 162.3km、遠地点 282.1km の軌道に投入された。 軌道上でのランデブル試験はタイタン 2GLV ロケット第2弾を標的に行われた。宇宙空間では目視による距離がつかみづらく軌道姿勢制御システムを用いた接近操作は難重し結局ランデブーは諦められた。ホワイトによる宇宙遊泳ランデブー試験に続いて宇宙遊泳の準備が行われた。当初計画では 軌動集会2周目に行われる予定であったが、ランデブー試験の疲れもあり、第3周目に延期された。キャビンの減圧の後、命綱をつけ、宇宙銃を持ったエドワード・ホワイトが船外に出た。宇宙船より約5メートル離れて、いくつかの運動を行った。15分40秒後に彼は船内に戻った。ハッチの開閉に何があったため、2度目の宇宙遊泳は行われなかった。 ジェミニー4号では11個の試験、実験が行われた。実験 D-8 では5機の線量計を用いて放射線測定が行われ、南大西洋異常体が詳しく調べられた。実験 D-9 では6分岐を用いた工法が試みられた。実験5から5及び5から6は地球の写真を撮影し、気象及び地表の測定に用いた。 実験 M-3 と M-4 は医学的実験であり、ゴム紐を用いた運動や、心温測定が行われた。実験 MSC-1 では、宇宙船の静電化測定が行われ、MSC-2 では、電子陽電子の観測、MSC-3 では三軸磁力計観測、MSC-10 では、地球円ペン部の写真撮影を行った。軌道周回48周目に、 IBM 製のコンピュータが故障したために、大気圏再突入時の姿勢制御が困難となり、部分的に揚力を用いた制御性の高い再突入は放棄された。宇宙船の揚力発生を抑えるために、ロール回転を行いつつ、再突入を実施している。高度3230メートルで、シュパラシュートが解散、フロリダ半島沖の大西洋上に着水した。 飛行時間は4日を超え、アメリカ合衆国の宇宙飛行では最も長いものとなった。乗員はヘリコプターにより航空母艦ワスプへ回収された。アメリカ国防総省もジェミニ4号の支援についており、自民1249名と航空機134機、艦艇26隻が投入された。ワシントン DC の国立航空宇宙博物館に展示されている。 ジェミニ4号ジェミニ4号はワシントン DC の国立航空宇宙博物館に保管展示されている。ウィキメディアコモンズにはジェミニ4号に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。